今回はですね、ちょっとおすすめのハーフパンツを使ってルックをご紹介していこうかなと思います。それでは行ってみましょう。オクテッドチャンネル。いつもオクテッドメンズファッションチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、前回もハーフパンツだっけ？リプレイのハーフパンツの紹介もしてましたけど、夏なんで引き続きね、ハーフパンツの着こなしを紹介していこうかなと思ってて、これね、スコッチのショーツ、今履いてるやつがですね、再入荷してきて、おかげさまでね、ありがたいことにすぐ結構サイズもなくなっちゃって、自分もね、めっちゃ欲しかったんですけど、42すぐなくなっちゃったなと思って。残念だなと思ってたんですけど、今回再入荷してきたんで、個人的にも一押しの、ショーツ使って大人男性のちょっとカジュアルめな、休日にね着るようなスタイルを、いくつかご紹介していきます。はい、なんでまあ黒いハーフパンツ持ってる方だったりとか、今年ねハーフパン挑戦してみたいけど、どうやって着こなそうかなって思ってる方だったりとか、一応このスコッチのショーツめっちゃおすすめなんで、そのあたりをねゲットした方だったりゲットしたいなと思ってる方の参考になればいいかなと思います。はい、最後までお付き合いください。ということで、まあ、早速1つ目のコーディネートですね。シンプルなロン T とショーツ、そしてローファーっていうような感じのコーディネートです。ロン T はこれね、サイズがなかったっていうのもあるんですけど、コンションキネットの、ちょっとね変わってるおしゃれな、ロンティーですね。まあ、バスクシャツなのかロンティーなのか、まあ、微妙なところなんですけど、首が一応ボートネックになってて、ボートネックって本来こうもっと横に広がってる、スパッと首横に切りましたみたいな感じの、さらにその内側にこう生地がちょっと入ってて、こう T シャツ同じ色のやつをレイヤードしてるような感覚で着れるようなボートネックになってて、まあ、すごいこれだけで結構おしゃれだし、雰囲気はねグッと出るかなと思ってます。で色が一応オリーブですね。まあ、これがすごいいい色で、まあ、サイズ L なんで結構大きいですけど、まあ、あえて、ね、このぐらいで着てるっていう感じも出て、それはそれでいいのかななんて思ったりしてます。生地も結構薄いんで、夏地厚な T シャツ着るより多分このロンTの方が、まあ、涼しいんじゃないかなとは思いますね。まあ、先ほど言ってたスコッチショーツのリネンですね。まあ、今年はこのリネンのやつが結構一押しで、幅も結構太いんで広いので、風がねスースー通って、まあ、素材としてもそのリネンのシワ感だったりとか、その清涼感みたいなところがすごい涼しげに見えるんで、まあ、こういうトップス重たい感じでも、まあそもそもショーツで軽いですし、生地感とかその色とかっていうのも、まあ、ちょっと軽く見えていいんじゃないかなと思ってます。好きな方とかはタックインしてこうクラシックにねしまって、多少こうブラウジングしてもらって出して、こうアジャスターとかついてるんで、そういうディテールとかをちょっと見せてあげたりとかして着こなしてあげるのもいいかなと思います。まあ、ここは好みですね。で、足元がバボードっていう、まあ、パラブーツのローファーといいますか、サンダルですね。まあ、これも同じ黒で結構重たい感じですけど抜け感はあるんで、すごいこのクラシックな感じのアイテムとの組み合わせ、このグルカショーツだったりとか、このバスクシャツとの相性もすごいデザイン的にもねいいんじゃないかなと思います。次のコーディネートは同じロンティーといいますか、バスクシャツなんですけど、柄だったりとか、まあ、色と、あとは靴を変えたコーディネートですね。どうですかね、 T シャツ1枚でもちょっと緩めなやつとかね合わせたら全然かっこいいかなと思うんですけど、まあ、こういうねちょっとこうクラシックな感じのパンツなんで、こういうマリンボーダーといいますかね、まあ、いわゆるこうフレンチっぽいようなアイテムとがすごいねいいなと思ってて、まあ、僕もよくカネルのこのボーダーの色違いのやつとかね着てるんですけど、まあ、それとちょっと合わせたいなという思ってますし、まあ、ぜひね、皆さんにもやってほしいなとも思ってるんで、ちょっとね合わせてみましたと。色は一応グレーと、アイボリーのボーダーなんですけど、まあ、これは正直結構何でもいけると思います。例えばベージュにネイビーのボーダーとか結構鉄板ですし、逆にネイビーにアイボリーのボーダーとかもう鉄板ですね。その辺もまあ絶対間違いないですし、どれ選んでもらってもよっぽど黒なんでね大丈夫かなとは思います。マリブっていうね、ちょっとこれもまたマリンテイストな感じで合わせるようなイメージで合わせてみました。デッキシューズとスニーカーの合いの子みたいな感じなんですけど、まずボーダーがちょっとねアイボリーといいますか白っぽいような色味なんで、合わせてちょっと抜け感を作るっていうのと、あとはデザイン的に結構こういう全体のバランス考えて、まあ、これを選びましたという感じです。先ほどねご説明してなかったんですけど、今1回折り曲げてるんですよ。なんで本当はもうちょっと長いかなっていう感じですね。膝当たるぐらい。ここはまあ好みですけど、僕はちょっと曲げて、こうリネンなんでシワの感じが入った方がちょっとおしゃれかなと思ったり、丈の長さ的にもちょっと膝上ぐらいがいいかなと思って、あえてちょっと曲げてる感じですね。まあなんか動きもできるし、是非持ってる方はそうやって履いてみてほしいかなと思います。ということで、次はこんな感じですね。それと配色は一緒なんですけど、アイテムが違うような感じ。で、アイテムが違うとやっぱこんだけテイストもね、変わるなっていうのもね、お伝えしたかったんですけど、ヘルノのロンティ、デザイン的には結構スウェットに近い感じのデザインのロンティで、まあ、裾もリブになってて、袖のあたりもリブになってて、で、首はちょっとね、変わってるんですけど、これ結構面白くて、柄が入ってて、ちょっとこう切り替えみたいな感じになっててですね、なんかこうスパッとここで切れてるような、さっきのカネルのロンティーじゃないですけど、そういう感覚のおしゃれなね、ロンティー。生地もテロッテロでめちゃくちゃ気持ちいい。ちょっとこうスポーティーな感じと、まあ、高級感もありますし、大人っぽい感じ。で、夏でもね、正直全然これだったらいけるなと思ってますね。肌触りサラサラなんで余裕で切れちゃいますね。ちょっとこうスウェットとかスポーティーなテイスト、まあ、さっきまで結構クラシックなやつだったりとかフレンチな感じでね合わせてたんで、こういうねテイストどうなんだろうって思う方も意外とこういう感じで合わせるとありじゃないかなと思ってやってみましたと。ただバランス的に幅がちょっと身幅がね広いトップス選んであげた方がパンツの肩幅も結構太いんでバランスはいいかなと思って。でちょっと身幅緩めの46でねあえて着てます。で足元もデッキシューズからスニーカーに変えたんですけど、まあ、これちょっと私物なんですけど、プレミアータのボーニーっていうやつですね。ジャマトレっぽいような感じの、白スニーカーですね。まあ、ローテクなシンプルなやつで、まあ、こういうのはね何でも合わせやすいし、まあ、一足あるとすごい重宝するかなと思います。どうですかね、こういう感じで、まあ、結構ありじゃないかなと思って、是非ねこういうテイストの着こなしもね、このショーツあったらやってみてほしいなと思います。最後はこんな感じです。シャツと、ニット T、そしてサンダルっていうようなね、夏っぽいような着こなしでやってみましたと。シャツが結構おしゃれな柄のバンドカラーのシャツなんですけど、これジャネットのやつで、秋冬の一応新作なんですけどね、全然春夏の今からの時期からも使えるし、なんだったらオールシーズンこの生地感はね、使えるかなと思いますね。綿100なんで、まあ、そんなに分厚くもなくて、まあ程よいぐらいで、羽織として使うのには今の時期とかすごいちょうどいいと思いますし、まあ、春、秋とかね、結構重宝するなと思ってて、今40サイズでちょっと大きめに着てます。普段だったら僕38、このサイズ展開だと結構うちの展開は38、40、42って入れるんですけど、38をジャストだったら選ぶんですけど、ワンサイズ上げて着ていますね。また同じですね、ボーダーと同様に柄が白なんで、ストライプが白いニット T シャツを合わせて、ここはシンプルなカットソーとかでも全然いいんですけど、まあ、できればちょっときれいめな感じで、襟周りとかも詰まってて、生地感としてもちょっと品ある感じのやつがいいかなと思って、ニット T にしました。まあ、ただね、ニット T 厚いイメージもありますけど、これ、クレープコットンっていう、まあ、すごい薄いサラサラの夏、本当にね、着やすいような T シャツというかニット T なんで、こうやってレイヤードしてる時とかは特にいいんじゃないかなと思います。足元がサンダルですね。フルデビーノの表側の編み込みになっているようなタイプのサンダルですね。サンダルイコールカジュアルみたいな感じもありますけど、このぐらいだったらまあ全然街中でね、歩いてても通用するぐらいのバランスになってるんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはこれもね、自分がオーダーしたのもあってすごい一押しなんで、まあ、ぜひねこのショーツと合わせて、使ってみてほしいかなと思います。といった感じでね、今回は、まあ、このスコッチショーツ、ブラックのハーフパンツを使って、コーディネートをご紹介させてもらいましたが、今回オリーブとグレー、ブルーぐらいしか使ってないですけど、まあ、正直ブラックなんてベージュ系とかブラウン系だったりとか、あと例えばオレンジだったりとかね、まあ、そっちの暖色っぽいような色味ももちろん合いますし、まあ、シックに合わせるとしたらモノトーンで合わせたりとかしてもかっこいいし、何でも比較的合わせやすい色味かなとは思うんで、質感も含めてそんなに真っ黒で重たいわけじゃないので、春夏の明るい色味とかとも相性いいかなと思いますので、ぜひねゲットした方はいろいろ着回して遊んでみてほしいなと思います。という感じで、僕などが毎日8時に動画を更新しております。ぜひ気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価、通知オンよろしくお願いします。あと、このアイテムでコーディネートしてほしいですとか、こんなシーンの着こなしどうしたらいいですかだったりとか、ご質問ご要望がありましたら、コメントだったり、概要欄の LINE 貼ってあるので、そちらからお待ちしてます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。